こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はもうすぐハロウィンですね。ハロウィン、そしてその次はクリスマス、そしたらもうすぐ年末になって忘年会、そして新年会と続きます。このようなイベントですね、ハロウィンとかクリスマスというイベントの時にどのような着物姿が効果的なのかというお話をさせていただきます。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は着物初心者の皆様のお役に立つ情報を発信しておりますので、ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。それからメンバーシップも募集しております。メンバーになられますとより一層深くやり取りをさせていただきますので、ぜひそちらにもご応募なさってください。さて、ハロウィンかクリスマスの時にこのような着物姿でいいんでしょうか、それとも訪問着がいいの、それとも何なんだろうって思いますよね。そのように考えられる皆様にお伝えをしたいと思います。今日はそれについて着物の種類とそれから効果的な姿の作り方ということについてお話をしたいと思います。まず着物の種類については、まず着物の種類として紬がいいのか色無地がいいのか訪問着がいいのかというような格ですね、格や豪華さについてはそれぞれのイベント内容によって違ってくるんですね。例えばホテルの大きな会場でクリスマスパーティーを開きますというような少し豪華なイベントであれば訪問着でいいと思います。それから付け下げでもいいと思います。またそれが格を求められているわけではないので紬でもいいと思います。紬の姿の中にクリスマスですっていうようなイメージが入っていればいいと思うんですね。ですから着物の種類はそんなに限定されるものではありませんが、そのイベントの規模や内容や他の方たちがどんなものを着ていらっしゃるかしらというようなことで決めてください。そして次に効果的な着姿の作り方ということですけれども、効果的と言いますと、例えばクリスマスの会があったら自分の姿もクリスマスにふさわしい何らかのクリスマスの要素を入れていることが望ましいんですね。で、その要素を入れるには色と柄、もうほとんどの部分がこの2つに集約されるので色と柄で出すしかないんです。ですからお着物が例えばクリスマスでしたらクリスマスの緑や赤っていうようなお着物があったら、それがクリスマスっぽかったらそれをお召しになったらいいですね。で、そこに例えばサンタさんの絵が描いてあるとかクリスマスツリーが描いてあればもう最適です、最適です。でもお着物でなかなかそんなものを作るってとっても大変ですよね。だったら次は帯です。帯の中にこのように、これクリスマスですね、クリスマスのサンタさんがいます。お分かりでしょうか。サンタさんがこのようにいますね。素敵ですね。星があってクリスマスツリーがあって雪だるまがいてトナカイがいて、完全にサンタさんの世界ですね。そしてこれ前の部分は雪の結晶と星になっています。可愛いですね。このような帯をもしお持ちになりましたら毎年クリスマスを楽しめますよね。これが前ですし後ろはこのようになっています。なんて楽しいんでしょう。はい、ということでクリスマスのイベントを楽しめます。で、これは名古屋帯ですので合う格としては紬、小紋、無地、それから柄の少ない付け下げなどが合いますよね。ですからお持ちのお着物に合わせてこんな帯お使いになったらもうそれですっかりクリスマス気分よということになります。次にですね、そんなこと言ったって1年に1回だけのクリスマスのために帯は作れないわとおっしゃる方もいらっしゃいますよね。クリスマス会なんてやらないもんだけどなんか今年はあるみたいっていう時はどうするんでしょう。そんなの帯を作ってたら間に合わない。そういう時はですね、色です。色を考えましょう。クリスマスの色って何色ですか。赤と緑じゃありませんか。こんな赤とそれからクリスマスっぽい緑の色ありますよね。そんな色を身につけましょう。例えばそれは小物でいいんですね。小物で帯締めとか帯揚げとか半襟とか、そしてなんかそんなクリスマスのなんか小物があったらここに刺すとかっていうことをしてクリスマスっぽい演出を心がけましょう。かんざしでもいいですよね。クリスマスっぽいトナカイさんのかんざしとかっていうことで着姿の中にクリスマスの色と柄を作り込んでください。一番訴える力が強いのは着物です。次に帯です。その次に帯締めと帯揚げです。それらのところにクリスマスらしい色や柄を入れましょう。ですからこの黒いクリスマスの
帯を作られるとしても、帯締めや帯揚げは赤や緑を使いましょう。ちょっと派手よねって思われるかもしれませんけど、クリスマスってそんなもんですよね。それでいいんです。それからハロウィンは違ってきますよね。これはハロウィンの帯です。10月末はハロウィンですね。こんなかぼちゃさん、かわいいですね。それから魔女がお空を飛んでいます。なんてかわいいんでしょう。冬の景色ですね。これが帯になりますから、おしゃれね。そしてかぼちゃとコウモリがいます。こんな帯をなさったら、会社の皆さんとハロウィンパーティーしたら楽しいですよ。皆さんを集めてハロウィンの会をしませんか？そんな時にこのような帯は大活躍すると思います。で、これらの帯はご参考にご紹介しておりますけれども、ホームページからサイトに行って購入していただくこともできます。それからですね、こちらは音楽会ですよね。クリスマスの音楽コンサートがあるのっていう時に、クリスマスじゃなくても私は音楽が好きだから、こんな音符の帯があったらいろんな機会に使えるし、これは可愛いわ。いちごさんとうさぎさんとギターですね。そんなお太鼓になっています。そして前の部分はやはりイチゴなんですね。おしゃれじゃありませんか。かわいいですね。こんな風にして楽しんでみてください。それからやっぱり新年会っていうと豪華さがいろいろ違ってくるんですね。クリスマスパーティーでも大きさ、規模の大きさとか豪華さはいろいろだと思いますけれども、新年会になりますと本当にいろんな華やかな大規模な会もありますし、それからお仲間だけの会もありますね。お仲間だけの会の時にどのようなものにするかっていうと、以前私がご紹介した梅の帯を私は締めて新年会のサークルの皆様との会合に、新年会に行かせていただきました。これは宝尽くしなので、やはりおめでたいということで、このようなおめでたいという柄を使うというのも一つの考え方なんですね。楽しみ方ですね。それからその次に桜、お花見というのが3月にやってまいります。そうするとお花見なんですが、これは真っ赤な地にしだれ桜、そしてその下に人々が、からかさをかぶった人たちが踊っているという、なんと優雅な楽しい帯でしょうか。これはお太鼓の柄なんですね。そして前の柄はやはりしだれ桜です。しだれ桜でこのようになりますね。この場合はですね、桜の薄いピンクのお花の色と違うことがかえって桜を楽しむことに貢献しているなと思います。ついつい桜ですと桜の色というふうに考えますが、そうではない色を使った方が桜を引き立てますし、効果的なことは事実だと思います。ですからこのようにちょっとひねったものをお使いになったら、一層お花見を楽しんでいただけると思います。このように色と柄を使って皆様の着姿の中にそのイベント、行事と関連する絵柄と色を入れ込んでください。こうやって楽しみましょう。今日の内容が皆様のお役に立てれば嬉しいです。皆様のご意見やご感想をお寄せください。またご質問があればどうぞご遠慮なくコメント欄からお寄せください。さて今日の着物クイズです。クリスマスを楽しむには着物ではない方がいい。クリスマスを楽しむには着物ではない方がいい。丸か×かどちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。